地球嶺水道は台湾キールン市安楽区にある新朝統治時代の鉄道トンネル跡。台湾で最初かつ新朝時代のものとしては唯一現存する鉄道トンネル。安楽路にある道路トンネル自供水道情報に位置し、現在はキールン市の市定戸籍。路線が新朝の台湾準部だった竜明電により推進されたことから竜明電水道とも称される。 新朝は1860年に西欧諸国と締結した北京条約により台湾統治政策の変更を余儀なくされた。1887年に福建台湾省を設置、同時に前代鉄路省務総局を設立し、キールンから浮上を結ぶ台湾発の鉄道路線建設計画に着手した。初期はキールン港から台北を経て竹山までの区間が最優先とされ、 このトンネル工事は1888年春に寄港された。1890年8月に30ヶ月の後期と相当数の人で資金を費やした全長約235メートルのトンネルが完成した。1895年6月3日、日本軍がキールンを攻略した。同月、日本の技師が実地検査を行った際にはこの路線の線路はアップダウンが激しく、 究極性や急勾配が多いことに気づき、改良事業に着手することになった。8月、台湾総督府は、臨時台湾鉄道隊を設立し、キールン台北間の改良工事を進行させた。まずこのトンネルを含む、四季霊地区の区間を別経路で新設することになった。それがこのトンネルより東に約1キロメートル離れた竹子トンネルだった。 1898年3月、竹子トンネルが完工するとともに、四季幽霊トンネルは放棄され、開業からわずか7年でその歴史を閉じてしまった。その後まもなく、1916年に、重関道と命名される道路に組み込まれ、キールンと八都間を短絡する陸路交通としての役割を果たした。いた社や儀車、商人などがここを経由し、八チにあるキールン側の、都線上に至り、 水路で台北まで往来していた。南側出口付近には土地港を祀る病があったが、戦時中に軍によるオイルタンク建設に伴い移設されている。1949年に国民政府が台湾に配送してからは、南側出口を含む一帯に軍事完成エリアが築かれたため、トンネルの位置は機密扱いになった。1958年空軍による オイルタンクの立地として選ばれ、その管理のためにトンネルは北側入り口の30メートルほどを除いて閉鎖された。1985年、内政部は産休戸籍登録を広告、台湾で初となる鉄道インフラの戸籍登録だった。2002年、現状復帰のための修復事業が始まり、2003年5月に完了した。市政府が軍と協調し、また、 タンクの安全面にも配慮しつつ、同年12月20日より一般開放に至った。2009年、トンネル壁面のレンガの礎石作りが風化などで剥落したため、観光客の安全を確保すべく再度非公開となった。現在は北側入り口のみが見学できるが、内部の再修復と国定戸籍への昇格を目指す動きもあり、2019年9月21日に、 修復工事が開始された。標高155メートルの支急霊山を穿がつ、トンネルは、海抜74.75メートル地点を通り、キールン台北間では最高標高地点であり、新築までの全区間中でもカメロン霊や当然刑に次いで3番目の難所となっていた。キールン駅起点2.81キロメートル地点にあり、トンネル内は約20パーミルの勾配となっている。 幅は約4.6メートル南北両方から掘り進んだが当時の測量技術の誤差により高さ5.85メートルの北入り口から奥行き22.5メートル地点で4.6メートルと低くなる直線ではなく内部では正方にカーブしており曲線半径は約840メートルトンネル南側出口は赤レンガで作られている アーチ神型には、変額が残されており、初代台湾巡部だった、竜名伝の記号で、広坂井展開の字が記されている。水伝の右側には、五千年生面の区開け、羽子式表林、十個の構想通り会所。と、左側には、三百条、岩尾越神壁、天橋越し山、巨前人力小人口。と書かれている。変額上には、 大使商法福建台湾準部一等難、劉建造、金陰命石膏州総置共有はずろ監修、高所継ぎき中中倒立という楽観もある。ありがとうございます。